ケートボードが今ちょっと流行ってる、こんなご時世なんで。で、まあ、これからスケボー買おうかなって思ってる人とかに、まあ、できたらね、今だけじゃなくスケートボード続けてほしいなとも思うし、買ってすぐ壊れたりとか してもね嫌だと思うんで、ちょっとちゃんとした買い方というか、まあ、安いのと高いのなんで違うかっていうのを説明したいなと思います。はい、スケートボード、ね、あるんですけども、値段が安いのと高いのって何が違うかなって、正直全部違います。板、トラック、ベアリング、ウィルの品質が違います。まあベアリングが回らないとかよくね、まあそれはすぐみんなわかるかなと思うんですけど、板って結構何が違うのか分かりづらいと思うんですよね。で、先日ショップ行った時に、まあスケートボード流行ってるからネットで買いました。買ったんですけど、2回滑ったんじゃなくて2回オーリーの練習したら折れましたって言って、その時に買った、まあ折れたデッキがこれらしいです。で、まあちょっと切ってみたです。値段は1万円ぐらいだったんだっけな、コンプリートでね。で、まあ普段僕とかが使ってるスケートボード、これ切ったんだけど、これがそうなんだよね。まあ何が違うかっていうのを教えたいなと思って、実際まあ多分ね動画で見てもね分かんないと思うんだけど、ちなみにこうやって持った時にこっちの方が短いのにこっちの方が重いです。そんだけ密に作られてんだよね。で、まあでもこれを動画で見ても分かりづらいと思うんで、ちょっと分かりやすくこうだね。もうまず木の素材が違いすぎて、ベニヤの板をプレスしたみたいな。スケートボードって木の板を7枚だい基本7枚プレスしてんだよね。それがね、まあこれも7枚なんだけど、ベニヤ板をプレスしたかのような柔らかさ、てか軽さ、スカスカ。素材が違うどうこう言われても多分分かんないから、実際買うときにおすすめするのは、まあお店に行ってその中で自分で選んで作るのをおすすめします。なんでかっていうと、一番手っ取り早いというと、その方が上達するのが早いです。確実にその辺で売ってるようなスケートボードだとできることもできないし、僕らが乗ってもやっぱすごい難しくなる。そうで、まあこういうね、ネットとかで売ってるような、ネットっつってもアマゾンとかで売ってコンプリートで1万円とかの板を乗って練習するよりも、ちゃんと組んでもらった方が上達早いし、むしろこっちでできないことだからこっちでもできることの方がやっぱ多くて、それはなぜかっていうと、しっかりとしたまあここトラックとか板ももちろんそうだし、トラック、ウィール、ベアリング、何でもそうなんだけど、やっぱクオリティが違う。
まあその分値段は上がっちゃうけど、でもこれで買って1日で折れるなんてなかなかないし、もうプロスケーターとかだったらあるけど、なかなかね、そんな1日で折れるってことはほとんどないけど、これ初心者の子が買って2回で折れる、2日じゃない、2回で、2回止まってオーリーしたら折れたらしくて、そんなのに1枚も払うんだったら、まあ倍の値段するけど、ちゃんとしたの買って、で上達早ければ絶対その方が楽しいし、うん。でまあ今デッキだけしかないんだけど、まあベアリングの回り方が違ったりとか、トラックの動きが違ったりとかするだけでスケートボードは全然変わるんで、実際はお店に行ってスケートボード踏んで自分の足に合うのを選んで、スケートボードの太さっていろいろあったりするから、足がちっちゃい子は細い板乗ったりとか、まあ好みになるんだけど、ぜひね、せっかくスケートボードをこれから始めようって思ってるなら、ね、失敗しない買い方してほしいし、買ったなら楽しんでもらいたいから、うん、ちゃんとお店行って店員さんに聞いて選んで買った方が絶対にいいです。うん、まあ、実際僕のね板もそうなんだけど、これで言ったら板1万円ぐらいするし、このトラックって鉄の部分で7000円ぐらいかなするし、このタイヤだって7000円ぐらいするし、中に入ってるベアリングこれいくらすぐらいするんだろう、まあでもこれも6,000円するんだよな、するし、まあプラスね、止めるビスだったりブッシュゴムっつってこの曲がり方を変えるやつ変えたりと、いろいろとできるから、ちゃんと買って買えばで、何かがダメになってもそこだけボタンして取っ替えてっていうことができるから、長く使える、確実に。まあ初めてこれからねスケートボード買おうかなって思ってる子は、ぜひ失敗しないで買ってもらいたいんで、まあもしこの動画を見てね、ちゃんとしたの買おうと思ったら、まあ近くのスケートボードショップだったりね、近くにスケートボードのショップがないって人は、あのスケートボードのショップさんがやってる、ウェブショップ通販があるんで、そういうところで買うといいかなっていうか、そこいうところで買いましょう。はい。